球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。そしてゲストは引き続き宮本慎也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと心強いですね、ダブル MC の、もうちょっと急用がございまして、はいはい、席を外させていただいておりますが、はい、プロに入ってからの、ヤクルトのお話を伺っておりましたが、はい、宮本さん、社会人から入団をされて、はい、2000本安打、はい、そして、シーズン最多犠打の記録など、はい、これができた要因というのはご自身ではどう考えられますか？前回も話したようにやっぱりバッティング自体はすごく課題があった選手なんで、自分自身だから2000本安打自体は、はい、多分僕の親でも想像できなかったというか、その一番のね、どっちか言ったら親バカになってこの子はいいよって思ってても、それは絶対考えてなかったものなんで、実際打てない打てないってやっぱり言われたんで、やっぱりそのいつか絶対打てるようになってやるっていうその反骨心みたいな部分はやっぱり強いと思いますね。あとはな、なんていうんですかね、コツコツできる、飽きずにできたっていうのはやっぱ大きかったと思いますけどね。飽きずにできた、なかなかね結果がすぐ出ないんで、それを諦めて違うことやりだしたりとかすると、なかなか身につくも身につかなかったりするんで、性格なのか、そういうのはできたのは大きかったと思います。その少しプロ入りの頃に戻ってしまうんですが、プロ入りされた時の監督が野村監督でいらっしゃいましたが、いろいろと数々のこうお話があるという監督にはなりますけれども、実際その宮本さんとしてはどういったこう関わりがおありで、どんな監督でいらしたんでしょうか？単純に怖かったです、やっぱり怖い、はい、監督の要望に答えれる選手にならないとやっぱりゲームで使ってもらえないっていうところで言うと、最初の方はもう相手じゃなくて監督と試合やってましたね。なるほど、相手チームではなく監督に怒られないように怒られないようにっていう、その時はやっぱりダメなんですけど、当時で言うとやっぱその場で叱られるんで、覚えれましたよね。その試合終わってから言われてもなんかあったなみたいな感覚だと思うんですけど、その場ですごい叱られるんで、理由がなければもう当然なんとなくやった結果ならもう怒られますし、考え方を言って間違ってたら当然怒られますし、で僕が生きていく術みたいな、これはもうそこら中で言ってるんですけど、もう教えていただいた監督ですね、4年間、当時はねもう怒られてばっかりなんで早くやめねえかなって思ってたんですけど、で今考えるともっとやってもっといい選手になれたんじゃないかなっていうふうには思いますね。ミーティングも一つ、野村監督はもう特徴が終わりだったかと思いますが、最初やっぱり興味あるじゃないですか、どんなこと話されるのかなと、まずプロ野球選手の前に一社会人だと、いうところから始まって、人間教育ですね。もう本当野球の話が始まらないわけです1週間近く、でそこが終わった段階でやっと野球の話が入ってくるので、僕の話で有名なのは脇役の一流になりなさいっていうのが、ミーティングの、そのテーマとしてあって、で、僕はそういうタイプだとは思ってましたけど、はっきりとその明確にその道を進まないといけないっていうのが分かったのが、その野村監督のミーティングですね。それはある時テーマとして出てきた言葉だったんですか？そうです。だからよく野村監督が例えてたのが、ドラマなんか主役では成り立たないと、脇役がいてこそ主役が光るんだっていう、野球も同じで、結局脇を固める選手がよく怒られるんです。ほう、そうなんですね。そうなんです。だからどうしても自分の成績として反映しない部分ってたくさんあるんで、それをやらないとチームは勝てないと、で君たちはそういう選手だというところをはっきり教えていただけるんで、当然ね、みんなその例えば少しアマチュアの時に長打打てる選手であればホームランバッターになりたいとかって夢を持ってくるとは思うんですけど、プロ入るとなんとなく分かってくるんで、そういうところでそういうこう脇役の選手っていうのは方向を示されて、それが確率よくできるようになると試合にも使ってもらえるし、っていうところだと思いますね。そうでしたか。そうですよね、その脇役の一流を目指されたという思考と努力
というのは著書にも書いていらっしゃいますが、はい、他にも弓道すなわち人道、はい、まあ、これは中村監督の言葉で、はい、PL 学園というのは、まあ、宗教学校で、中村監督が監督指導者になるときに教祖様からいただいた言葉で、はい、これを大事にやりなさいというふうに中村監督はおっしゃられてましたけど、それを、まあ、当時で言うと、まあ、武勲ではないんですけども、武勲っぽく使ってた言葉で、普段の生活をちゃんとしてないと大事なところで、はい、野球の試合の中で大事なところでミスが出るよと、だから普段から、まあ、昔で言う日頃の行いをちゃんとしなさいみたいな、お天道様を見てるよということだと思うんですけど、はい、まあ、そういうのをしっかりしている人が野球も上手くなるしっていう話ですね、はい、これはでは宮本さんのもう座右の銘と言えるものでしょうかね。ちょっとそのヤクルトというチームの雰囲気も教えていただきましたが、はい、後輩の方にその高級時計などをプレゼントされたという逸話がございますが、はいはい、これはあれですか、先輩からしていただいたことの、僕はしてもらったことは一切ないです。あ、そうですか。です、ね、これでは宮本さんは自発的なまあ、それこそ古田さん兼任監督辞められて、はい、チームが若い方に切り替わる時だったんで、まあ、当時でいうと村中増渕という、はい、まあ、ドラフト1で期待されたピッチャーがいて、まあ、彼らに頑張ってもらわないとちょっとなかなかしんどいぞという時だったんで、まあ、彼ら2人にプロ初勝利したら時計買ってやるから頑張れとっていうところから、はい、プロ初勝利したら宮本さん時計買ってくれるらしいぞみたいになっちゃったんですよ他の選手に。そうなんですよ。買わざるを得なくなってきたんです。あ、そういう流れだったんですね。でもう、もういいやみたいなところで、はい、そうですね、タイトル取った選手とか結構お金使いましたね一人ね、ちょっとこれもうちょっと分取っていったやつが一人いるんですよ。分取っていった、はい、はい、これ吉本って言って、はあ、ダイエーホークスからのドラフト1位で、はい、うちに来た選手なんですけど、はいはい、もうそれは九州で一番の高校生ね、長距離バッターで、はい、ダイエーで一本もホームラン打ってなかったんですよ。でヤクルトでホームラン打ってで第1号だからくれと、はい、おめえは違うだろうって言ったけど交わされました。あ、そうですか、はい、わ、お優しい先輩ですね。そうですね、はい、まあ、でもその若手ということもありますし、やっぱりこうモチベーションのアップにはそうですね、本当に彼らが今感謝してるかどうかちょっと聞いてみたいですよね。あれ、いろいろなんかこう還元されてることはありませんか。どうですかね。あ、一人いたな、なんかこう時計をね、はい、野手はホームランだったんです。あ、はい、で反省してもらいたい、指導者になってるんで反省してもらいたいんですけど、はい、育成のコーチやってるんですよ、はい、これプロ1号のホームランパッて箱入りでね、はい、はい、って言ったらあれだなっつってそのままロッカー置いたんです。そんなそんなやつ、何の時計かご存知ですよね。そんなやついますかみたいな、すげえ怒ったんです。見てたんですか、宮本さん。見てました。で怒りましたけどね、まあ、そんなおるかみたいな。それはそうですね、はい、ちゃんとそれはじゃあロッカーからまた ね、お持ち帰りになられてますね。ピーの方がいいのかなコーチやから、まあ、でもね、ピーにしておきましょうか。ピー入れた方が面白いですよね。いやー、まあでもそれだけまあ多くの皆さんのこう、そうですね、結構記念の、はい、時計をお渡ししていらしたということなんですね、はい、でもそのだんだんとこう、キャリアを進むにつれて、まあ、そういったお立場にもなってくるということですね。そうですね、チームの中においても特にやっぱりその古田さんが辞められたっていうのは、はい、まあ、ヤクルトの一時代が終わったというところだったと思うんで、まあ、その若い選手に、まあ、頑張ってほしいなっていうのと、はい、まあ、若い選手にはまだまだ負けられないぞっていうところもあったんですけど、うんうん、前回その古田さんの後はまあ僕だ、はい、私だというお話もありましたが、はい、それはもう個人的に意識をされてた。そうですね、まあ、30ぐらいから、まあ、やっぱりその結構なんですか、明るくて仲いいっていうイメージがあると思うんですけど、はい、結構キャンプの午前中ってピリピリしてて、まあ、ピッチャーまで投内連携とかバントシフトとかってなると、はい、結構古田さんの目が厳しいわけですよ。でもういつまでたっても古田さんがやるよりかは、まあ、僕らが理解してれば僕らがやった方がいいなと思って、僕が意識的に30過ぎてからはやるようにはしてたんですけど、で、まあ、当然足りないところもあるんで、まあ、古田さんがいらっしゃる時はそういう、もうさっきも言ったように一言一言逃さないようにというところで、はい、まあ、僕の野球知識も当然増えましたし、まあ、すごく感謝してますけどね。
それは監督から次はお願いねということがあったそういうことじゃないですことではなく、はい、周り見渡しても、はい、まあ、サードも岩村、まあ、ガンちゃんさんが出てきましたけど、はい、まあ、やっぱり出始めってなかなか難しいですし、はい、古田さんが抜けた時のレギュラーでいうと多分僕が一番長かったっていうのもあるし、うん、やっぱり内野手がやってやっぱりキャッチャーショートっていうのは大事なポジションなんで、まあ、そういったところからまあ意識してやるようにはしてました、うん、まあ、そのチーム内においてもキャプテンを務められていらっしゃいますし、またまあ日本代表としても、はい、選出をされキャプテンも務められているというところで、はい、まあ、ちょっとそのジャパンのお話も伺って、はい、いきたいんですが、はい、まずオリンピックアテネそして北京オリンピックでの景色というのは、はい、うん、やっぱりアテネの時っていうのは初めてのオールプロだったんで、うん、まあ、全勝で金という期待が、ね、まあ、もう言葉上そういう風になってたんで苦しかったですね。やっぱ日の丸ってこれだけ重いんだという、で、まあ、その僕は社会人野球も経験してるんで、はい、やっぱアマチュアでやっぱオリンピック目指されてる方もやっぱいらっしゃったし、まあ、僕の同社の先輩である日本生命でやってた杉浦さんなんかでいうとプロ行かずにオリンピックを追いかけてた人なんで、やっぱりそのアマチュアの方にも納得してもらえるような戦いの中でやっていかないといけないっていうのもあったんで、なんかこういろんなものを、まあ、勝手に僕らが背負い込んだのかもしれませんけど、まあ、それぐらいの責任があると思ってみんなで頑張ってやったんですけど、まあ、今となってはすごくいい経験ですけど、まあ、当時はもう本当に逃げれるんだったら逃げたいなっていうぐらいのプレッシャーはありましたね。それは予選からかかってたもん。予選が一番苦しかったですね。その分からないん で、まあ、で今考えたら中国とかでいうと、まあ、当時まだ盛んでもなかったですし、まあ、普通にやれば勝てる相手なんですけど、まあもう試合前気持ち悪かったですね。もう、あ、そうですか。もう、はい、もう戻しそうなこう緊張感で。これまで野球やっていてそういうそこまではないですね。その、まあ、高校の時も、まあ、大学も社会人も、はい、強豪と言われる伝統のあるところでさせていただきましたけど、うん、はい、やっぱりちょっと日の丸は特別ですね、うん、そうですか、はい、またそのアテネの際にはまあ、本戦を前に長嶋監督が倒れられるということもだからそこもプラスされたんで、うん、やっぱりその長嶋さんに金メダルを見せたいっていう、いけないって分かった時には、うん、やっぱそれもプラスされたんで、うん、何が何でもっていうのはやっぱりあったですね、うん、長嶋さんの喜ぶ顔と、ね、その金メダル見た時どういう顔されるのかなとか、はい、まあ、そういうのはすごく想像しながらやってましたけども、まあ、そこでキャプテンをとしてこうまとめるという部分は確かにもまあ最初難しいのかなと思ったんですけど、はいはい、意外とそのアテネの時って年齢層がギュッとこう縮まってて、本戦の時も岩隈が一人ちょっと離れてるぐらいで、はい、まあ、なんていうんですか、まあ、30前後がギュッとこういたんで、あまり苦労したっていう記憶はないんですよ。みんながなんか事の重大さを理解して一生懸命やってくれたんで、すごく、まあ、金取れなかったんですけど、最終的にはいいチームだったんじゃないかなというふうには思うんですね。これは高木豊さん団なんですが、はい、予選の最後の試合の後に、うん、その宿泊先のお部屋のドアにこう、はい、手紙が挟まれていたと、はい、それは、宮本さんキャプテンからの手紙だったと、はい、そうですね、まあ、本当に苦しい中でみんなで一致団結して勝ったっていう実感もありましたし、みんなで帰るんじゃなかったんですよ、札幌から。各自飛行機がバラバラで、だから最後に集まったのが祝勝会の時に集まって、はい、でそこからもうばらけたん で、うん、でまあ、その時に、まあ、祝勝会やった終わった後、まあ、ちょっと話した後に、まあ、そういうふうに思って、うん、でフロントで紙もらって、まあ、こんな、はい、メモ用紙みたいなのに全員に書いたんですかね、まあ、ありがとうございましたぐらいしか書いてないんですけど、まあ、気持ちをちょっと伝えたかったっていうので書かせてもらいましたけど、その紙は絶対に捨てられないと豊さんは。そうなんです、豊さんすごく大事に持たれてて、確かに吉信も持ってたかな。あ、で上原はどこ行ったか分かんないです。あ、そうですか、うん、とんでもないですよね。とんでもない。そう、見つけていただきたいですね。まあでも本当にそのオールプロで臨んだというところでの、まあ、特別感と緊張感と、ね、はい、2008年、まあ、その敗因というのはいろいろあったのかなということも考えられますが、うん、はい、そのオリンピックで
メダルを取る難しさというのはどんなところなんでしょうか。まずいつもの環境ではできないので、はい、球場もそうなんですけど、まあ、今回は東京オリンピックということでね、あのやってる球場でできるんでもないんですけど、はい、そのアテネの時も北京の時も、まあ、即席の球場なんで、まあ大事なところに太陽が前にあるんですよ。あとか、はい、天然芝が根付いてなかったりとか、で当然荷物なんかもチームの荷物を僕らが持たないといけないし、まあ、その ID がないと中に入れない、まあ、そういったこう違ういつもと違う環境の中でも力を出せないといけないという部分と、当然国と国が戦ってるんで、やっぱりこうしかも一発勝負に近いものなんで、なかなか難しいのは難しいですよね。なんかまあ環境にまあちゃんと対応できたりとか、プレッシャーもそうですし、あとは僕は多少の運も必要だと思ってるんで、その運も引き寄せるのは自分たちだと思うので、まあそういうのも含めて、まあうまくいかないとなかなか、まあ実際に WBC は2回取ってるんですけど、オリンピックはあの最初の公開競技のロスしかないので、まあ何とかね今年は取ってほしいなと思います。何かその準備できることはその中でもあったりするんですか。他大会僕が経験させてもらって思うのは、まあアテネの時ってあんまりデータがなかったんですよ。でそのデータ班みたいなのがすごくこうプロ野球と同じようにはできなかったんで、まあ、それを生かして北京の時やったんですけど、まあ、なかなかその頭でっかちになってもダメだし、その辺のバランス、どういうピッチャーがいてそのピッチャーはこういう球種投げます、はい、どういうバッターがいて傾向はこうだっていうぐらいは分かっておいた方が、全く分からないままは、まあ、当然ないと思うんですけど、予備知識として用意はしておいた方がいいですね。であとはあの今回あの非常に厳しい無観客なんで、はい、ビッグゲームっていうのは、ビッグゲームになればなるほどお客さん多いですよね、うん、普通、うん、そうですね。だからワンプレーとかでわーっていうのは結構グーッと入っていくんですよ選手って。あでそれがないんで、あ非常に今回の選手は難しいと思います。だから緊迫したゲームで自分の声がいつも以上に通ったりするから、はいはい、緊張感増すんですよ、ね、だからなんていうんですかね、まあ、24人日本で代表する選手が選ばれるんで、はい、みんなに思っといてほしいのは、はい、やっぱプロなんで綺麗にやろうってあんまり思うかもしれないですけど、思わない方がいいというか、うん、泥臭くやった方が気持ち的にも入るし、うん、劣勢になった時も跳ね返せる確率はすごく高いと思うんで、うん、あのなんていうんですか、俺はプロだからかっこよく綺麗にって思わない方が、うん、そこは気持ちの準備として何が何でも取るとか、はい、何が何でも打つとか、そういう気持ちって僕は非常に大事だと思うんで、結構まあ大丈夫かな、緊張するだろうけど大丈夫かなって思って行って、はい、本当の緊張した時って多分結構真っ白になると思うんで、やっぱりその気持ちの準備みたいな部分っていうのはもう本当泥臭く、もう本当野球始めた時にボールを追っかけたぐらいの気持ちで行った方がいいと思いますね。例えばプロ野球のポストシーズンだとか短期決戦だとかという環境とも全く僕は違うと思います。別物ですか、はい、あやっぱり、まあ、お客さんいないのはちょっと大きいですけど、クライマックス日本シリーズって野球ファンの方応援してますけど、はい、オリンピックって野球ファンじゃなくても日本は応援しますから、だから全国民が応援していただけるんで、はい、やっぱり当然重みも違うし、うん、まあ、ただそれを跳ねのける24人だと思ってるので、はい、稲葉監督は、はい、の同期なんで、なんとか彼が宙に舞う、ね、姿を見たいなと思いますね。そうですね。というところで、はい、今回も貴重なお話をいただいてありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、新興園寺にあるセノンスポーツゼロに OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。